果実エゴの木とは、エゴの木下の落葉高木である。北海道、九州、沖縄まで、日本全国の雑木林に多く見られる。和名は、果実を口に入れると、喉や舌を刺激して、えぐいことに由来する。知車の木、知車の木などとも呼ばれ、歌舞伎の演題、キャラ仙台萩に登場する、知車の木はこれである。人しかが、感銘とされる場合があるが、これは本来は、 オリーブの冠名である。ろくろギとも呼ばれる。現代中国語では、のまつりと呼ぶ。高さは10メートルほどになる。樹皮は、赤葛色で、キメが細かい。葉は、両端の尖った楕円型で五星。花期は5月頃、横枝から出た小枝の先端に、棒状に白い花を下向きに多数つけ、方向がある。果敢は五辺に深く裂けるが大きくは開かず、や,やつぼみ加減で咲き。 おしべは10本。品種により泡紅色の花をつける。果実は、長さ2センチメートルほどの楕円型で、大きい種子を1個含む。熟すと果皮は不規則に破れて種子が露出する。果皮に有毒なエゴサポーニンを多く含む。ピーク時には果実にも、同量のサポーニンを蓄えるが、11月を過ぎると、急激に減少する。エゴサポーニンは、いや喉の粘膜に炎症を起こし、 溶血作用もある。庭木などとして栽培もするほか、緻密で粘り気のある材を、将棋の駒や和山のろくろなどの素材とされろくろ木の別名はこれに由来する。また、蜜源植物としても利用される場合がある。園芸種としては、桃色花の品種、ピンクチャイムや枝がしなる、シダレーゴの木などの改良種もある。また盆栽としても楽しまれており中には、 手のひらサイズのミニ盆栽もある。昔は若い果実を石鹸と同じように洗浄剤として洗濯などに用いた。またサポニンには挙毒性があるので地方によっては魚の捕獲に使ったと言われるが、同様に毒流し量に用いられたと言われる参照の樹皮との比較実験から。 エゴノキのサポニンの魚毒性の強さは量に使えるほどのものではないのではないかと疑問視する見解もある。ヒゲナガゾウムシ科の甲虫、エゴヒゲナガゾウムシエクセキサアップするカピスが果実に穴を開けて産卵し幼虫が種子の内部を食べて成長するが落下種子内で休眠中の成熟幼虫を地下の虫と呼び1935年頃からうぐい、 追い川などの川釣りの釣り絵として流通している。この昆虫の発生が見られる地点は、散在的でありかなり稀であるが、発生地の種子の寄生率は70%にも及ぶという。新章にはしばしば菊花状の構造が認められるが、これはエゴの猫足と呼ばれる虫こぶである。イネカの足細を一時期手とシエゴノキとの間で、騎手転換を行うアブラムシ。 エゴのネコアシアブラムシセラトウバクナネコアシが春に二次機種で、あるエゴの木に移動してきて、新芽を変形させて、これを形成する。子供がエゴの木の花を石鹸へ、シャボン花などと称し、花を多数摘み、それを手で揉んで泡立てて遊ぶことがある。この行為自体に危険はないが、口に入れると有害なのでその点に注意を要する。 泡立てた手を水で洗い流せば特に害はないが、きちんと洗い流さずに、菓子類やおにぎりなどを手づかみで食べるなどすると、有害物質であるエゴサポニンなどを摂取しかねない危険がある。ありがとうございます。